はい、フォールアウト76、続きをやっていこうかなと思うんですけど、前回水飲んだ場所はちょっと今ノラリがいないからちょっと置いといて、このその他の鍵で何を開けられるのか突き止めるっていうところに行ってみようかなと。ちょっと前に放置してたんだけど、そっち行ったら何があるのかな、一人で行っていいものなのか分かんないけど、めちゃくちゃ遠いんだよね。これ行っていいのかな、ちょっと心配だけれども、ここに、マーカーとか置けない、マーカー置かなくてもいいか。こっちにね、ひたすら向こうに走っていこうかなと思います。何があるんだろうね。ワイルドモングレル、うい、うい、早ない？オッケー。お肉もらって、いた、ちょい、動き早ない？ほい、うい、右足の骨、俺左の方が良かったの。もうなんか家がある、なんかいいものな、いたー、ちょい、人間撃ってんじゃん、人間撃ってんじゃん、ちょい、マジか、スコーチ、ゾンビ撃ってくるん、レベル4、おっしゃ、これ登れない、これ登れないか、チックショー、あのスコーチ、ゾンビ普通に撃っていくんだね。あう、ここには何もない。え、どういう状況ここ。しかもこれ放射能食らってんな。特に、あー、ラジオ、特に何もない。設計図、メタル胴体、他には特に？スコーチちゃん。45口径弾、パイプリボルバー。リボルバーね。おー。どれ？ん？ダメージ27。45口径か。まあ、27発、あ、結構撃てるね。結構弾あるね。これじゃあ使ってこっかな。ありがたく、もらっていくよ。しっかり待ちだなぁ。お。あんたもゾンビ。伝説のスコーチ。これ大丈夫か？伝説？え？やだ。伝説やだ。やめて伝説。あれ？え、どこら辺が伝説だったん？服装？あ、え、なんか強そうなピストル手に入ったわ。ホリデーギフトも手に入った。何？おっと、ダメージ耐性が低いと与えるダメージが増加する。はい、これはいい。いってー、まだいた、この野郎。ちょ、伝説級多くない？はい。なんだっつーの。ホリデーギフト。これなんなん？ホリデー。これなんなんこれ。いやー、アイテムが持てないね。パイプリボルバー、ロボットへのダメージが 30% 増加。わお。あ、ちょっとキャンプでアイテム預けないといけないのだが、これ人様のキャンプでも大丈夫なのかな。ちょっと左側にキャンプあるんだよな。ここにアイテム収納させてもらえたりしないでしょうかね。動き遅っ。うわー、まだいる。
あれは普通のスコーチ。あれは、マチェットでいいか。あいよ。OK。おい、おや？開いてない、パークパック。パクパクがあります。え？これどれかを選べばいい。あ、いや、ガムとかいらないんだな。詰め物取れちゃうからね。木がバー、ル、ん？木がバーに来ていった。ルートビアをくれて黙れ。ちょっとまだストレングスでいいか。とりあえず、片手持ちの近接武器のダメージを 10% 追加。これをランク2に。はい、強化。で、こうして。あー、カードがあるやつはつければいいんだけど、あ、レベル制限とかもあるのね。ピストル装備中は移動速度がちょっと速くなる。うん。まあ、これでいこうか。ハンドアックスと、壊し屋のパイプリボルバー、ダメージ27。この2つを、お気に入りに、ハンドアックスと、壊し屋のパイプリボルバー。これでいつでも装備が変えられるって感じ？うん。耐久度もあるんだね。ジェネレーター。マシンガンタレット？お、ここが、人様の家。ターミナル使う。あ、サンタ型や。これは僕の方にも反映されてるってことでいいのかな。あ、誰かいる。誰かいる。90だからな。おはようございます。これは、ラブ送っとく？あ、撃たれてんの？俺これ。なんか、あ、敵がいる。敵がいる。大丈夫っすか？俺戦いますか？俺、あ、さすがや。さす、なんかすごい強そうな爪持ってる。はい。え、スコーチ喋んの？おお、共闘っていうことでいいのかい。あっちも撃たれてる。おっしゃ、お助け。痛い。これ、俺のレベルに合わせてるな、これ。オッケー。パイプリボルバープラス。おっしゃ、俺が守ったということでオッケー。おごりかな、それは。これちょっと、倉庫ないっすかね、倉庫。いらないもの預けたいんだけどな。倉庫。ちょっと勝手に入っていいかな、怒られるかな。壊さないから、ちょっと、勝手に上がらせてもらいますよ。ここに倉庫がある。使ったら怒られるのかな、これ。使っていい？これは人のとか関係ないんだね。そうなぁ、ショートハンティングライフル。銃は結構重くなっちゃうもんな。で、シリンジャーもいらないな。
あ、売れば17、15。あ、そこそこな値段で売れるね。パイプピストル、パイプリボルバー。ごめんね。お邪魔しました。ちょっと売りたいんだけど。これで売れるのか？あれ？これ違うな。あなたですか？買い取ってくれるのは。サンタトロン。あれ？どこで売ればいいんだい？ちょっと、ごめんね。またちょっとお邪魔させてもらう。これで売れる？個人ターミナル。どこで売れば、あ、自動販売機、これか？あ、これ、売れる？あ、これ助かる。ね、パイプピストル。あ、これ売れないな。ベンダー売れないんだ。ごめんね。お邪魔してごめんね。いや、ちょっとまだね、全然わかってないのでね。細工師。はぁ、そういうのもあるんだ。武器解体。あれ？これもらっていいのか？もしかして。もらっていいのかな？これ。え、もらっていいの？ありがとう、どれだ？ありがとう。あ、間違えた。ありがとう。これ、いいの？もらうね。ありがとう。ただ、ちょっと武器売りたいんだよな。武器売れる場所、どこだろうな。ありがとう。ちょっと待って。俺もなんか置いていこう。じゃあね。いや、てか何置いたって邪魔になるんだよな。あ、消えたごめんな。お邪魔しました。はいはいはい。寝袋休憩、あ、ここで休憩できる。あー。いいですね。のーん、徐々に回復する。十分に休憩するとボーナス効果がある。しかし気をつけてください。地面のマットに寝ると病気にかかる可能性があるって。そこまで再現されちゃうんだ。でもこれ放射能は除去されないんだね。おっしゃ。しっかり休んだところで、また、続き向かいますか。いや、遠いね。めちゃくちゃ遠いね、ここ。一回じゃ行けないな。